今日はいつも通りの芋グルテンで勝負じゃん。競合の活性が弱ってる時に恋にこれだみたいなカンフル剤的な餌はあかんのだよ。シンプルイズベストで芋グルテンでやるんじゃい。シャンは一服じゃん。まあ全然あかんやんけど。アペメンのバッテラーはまだ大丈夫か。よっしゃ、じゃあまあ一服でもすっか。今日はヨントリーの贅沢微糖じゃ。これライフ行って一番安いんがこれやったけど78円やったからな。ライフはちょっとブルジョアジーのスーパーやわ。俺みたいなアホレタリアーツには敷居が高いわい。今日はミミズ掘りじゃ。今年の巨鯉は練り餌じゃ釣れへんのだよ。つうことで今日はミミズをゲッツしに来たんじゃい。まあこの辺でええやろ。早速豚足掘ってみるか。よし、あ、おったおった、あ、おったおったおった。めっちゃ元気、元気。でかくはないけど、まあそれでええんだよ。ちゃんと手袋つけて、このトライアルの1円レジ袋にちょっと土を入れてと、スコップもないか。あったあった。あ、ミミズだ。あ、ミミズを入れるんだよ。トライアルの1円レジ袋は丈夫やからちょうどええんだよ。で、めっちゃでかいのんじゃないけど、ええわ。3匹ぐらいのふさがけにしたら十分やろ。あ、またあった。なんか弱ってんのか、これ。ちっちゃいのがよくあんな。ミミズはこういう溝によおるんだよ。ミミズは脳みそがないから、この上からポロッと溝に落ちて、それでたまるんだよ。
海ぞによ。あったってよう、こんなちっちゃいの。こうやってミミズがおるとこやったら、ちょっと掘っただけで、ヒーッつって出てきおるから、ミミズ探すときは、アホみたいに同じとこ掘りまくらんでええんだよ。もう今年の競合は、もう練り絵でやっとっても全然釣れへんから。ミミズに変更せなあかんわい。お、で、なかなかでけえのがおった。あんま元気ないな、でも。ないな、これ。太いけど。こういうのはダメなんだよ。これもあんま元気ないな。まあまあ太いのかな。ミミズは持ったら、ミミズ汁出すから、なるべく触らん方がええんだよ。クソーってたまらんからよ。まあまあ太いミミズは元気がねえな。元気がええんがええわな。うわ。ちっちゃいな、容器おるけど。ふさがけやな。ちょっと太めのミミズは元気がねえ。よしと。シーコーが痛なってくるわ。トライアルの一枚一円レジ袋役立ってんけ。疲れるわ、ほんま。うわ、よくおる。おなかなかぶっといのおった。珍しい。なかなかこれちょうどええサイズや。よっしゃ。ミミズはこんなアホみたいな姿しとっても結構デリケートやから、ほんまあんま触らん方がええんだよ。お、これもまあまあでかい。ちょうどええサイズやな、ほんま。よっしゃ。
お、結構ええ方のが出だしたな。お、ここにもおる。うん、これもええ、生きがええわい。はあ、だる。ああ、なるほど。ここにアリの巣があったのか。あ、これか。お、おった。まったく今年の巨鯉が釣れへんばっかりに苦労するわい、ほんま。ドバではねえかな。まあ、どっちゃでもいいけどな。ドバのクッソでかすぎるんも、いまいちやからな。まあ、中ぐらいのでかさが一番ええんだよ。うなぎ釣りとかやったら、結構デカめのドバの方がええんかな。わ、お、まあまあええ型の水が。しんど。ふぅ。飼育を痛なるわ、ほんま。なんかこれ、ミミズ見とったら、スクワームっていう映画思い出した。なんか、ミミズ屋の息子が、なんか最初、ストーカーみたいな感じから、最終的になんか、化け物みたいになったからな。あら、おもろかった。お、ええ方の、ええ方のがおったわい。これはいける。はあ、もう疲れた。お、なかなかええ方や。わっ、あ、だる。こことここにつながってる。こことここ、引っ張り出したあれ。あ、ちぎれてる。マジっすか。
あ、ちょっと土が悪なってきたな。と逆方向に行こう。あ、疲れた。おっとっと。ちょっと痛んだ。ミミズ踊りか。ミミズすくいや。お、ええのがおった。あ、しんど。はあ、そういえば昔あれやな、針2本の仕掛けで釣りしとって、1個の針にミミズ、もう1個の針にイモグルテンで釣りやってたけど、夏場やったから特に手がめっちゃ臭くなってそのあまりに臭い匂いで熱出したことあるわまあ、あの芋グルテンとミミズ汁の匂いが混ざった匂いは臭かったわ、ほんまやばかったわい。もうえっかな、疲れた。ああ、腰痛。じゃあもういいかな。じゃあこれでやろう。じゃあ、ほんじゃあ、あとは。このミミズを。ミミズ結構弱いからな。この、ひんやりしたとこに入れなあかんのだよ。この、この中に、保冷剤を入れた。この中にミミズを入れるんだよ。まあこれで大丈夫やろ。エアーもちゃんと入ってるし、とりあえずこれでオッケー牧場じゃ、うん、しゃ、ふう、疲れた。じゃあこれで明日は巨鯉釣りじゃ。
とミミズの土もうちょい湿らせようか。湿り気が足らんわい。これであとは保冷剤ももうあと3時間ぐらい持つか。だからまあ急がんでもええやろ。ついでにスコップも洗っとこ。ちょっと待てよ、くせミミズ汁ついてるやんけ。やべえわミミズ汁。あざっす。じゃあこれでやろう。お、すっかりまっくりミミズ汁も取れたわい。これでよし。ここに入れていったやろ。でも明日大丈夫かな、ほんま。いざ使おうと思ったら液状化現象を起こして消えとったらどうしよう。最悪やで。まあ大丈夫やろ。高山ダム久しぶりに来たけどやっぱり高山ダムはええわい。まあ、ミミズも太くはなかったけどいっぱいおったし、まあええやろ。これで明日の巨鯉狩りは完璧じゃ。じゃあ帰るか。おめえよ。